談チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。滝本仏光のタンです。榎本です。はい、榎本さん、はい、質問です。ありがとうございます。はい、先日、はい、知り合いが亡くなったということを聞いて、はい、すでに葬儀などは済んでいたので、はい、今度、はい、家に行こうと思うんですが、はい、何をお供え物に持って行ったらいいでしょうか。はい、はい、ちなみに、はい、神道ですと、はい、神様ですね。そういうことですね。はい、ですね。うん、まあ、まず質問のまあ答えとしましては、はい、まあ、何を持って行ったらいいかと。お供え物として、はい、そうですね。はい、まあ、基本は、はい、まあ、果物とか、果物、お菓子とか、お菓子、まあ、そういったものでいいと思います。はい、家に行かれるということですので、はい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 、まあ、そういったことでいいと思います。うん、ただ仏教と違いまして、はい、まあ、お線香とか、はい、末香とか、はい、まあ、そういったものは基本お供え物としてはあまり適してないそうですので、ろうそくだったりはもうあまりですね。なるほどね。はいはい、ですのでそういったものはちょっと控えていただいて、はい、まあ口にするものでいいと思うので、うん、まあ、そういったものを持っていかれたらいいと思います。果物だったりお菓子ですね。でいいかなと思いますね。はい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 、であとはもう一つちょっと何か聞いたんですけど、うん、はい、仏教の時は念珠とか持っていくじゃないですか。はいはい、ここ、はい、ただ神道さんの方では、はい、基本は念珠っていうのは持っていかないそうです。はいはい、あんま聞いたことがないです、ね。はい、ですから、はい、あまりそういったものは持っていくと逆にあかんみたいなんで、うん、ただ、はい、最近はやっぱ時代も進んできたので、うん、神道様用のお念珠もあるそうなんですよ。ああ、そうなんですね。直接は見たことないんですけど、はい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 、そういったのもあるそうなので、そういったのは別に持っていかれてもいいと思うんですが、そういう専用のやったら、はいはい、ただ基本は普通の念珠の方は持っていかれなくて、はい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 、結構です、はい、ですから、まあ、そういったものを持っていかれて、特に何をっていうの決まりはないので、うん、まあ、お菓子とか果物とか、はい、そういったものを持っていってあげてください。なるほど、はい、はい、ということでございます。はい、本日はどうもありがとうございました。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。あー